私は21年前に国鉄が今の JR、 この JR になるときにこの分割、国鉄の分割民営化に最後まで反対をしていた。そのことをもって解雇を受けて今日まで、この不当な解雇を撤回させ職場に復帰をする、そのことを訴えて戦っている北海道出身の中野隼人と言います。この1047名の問題が未だ21年間放置されている。このことを断じて許さず、本当に一日も早い解決を求めて、明日以降もこういったキャンペーンを続けてまいりたいと思います。今日箱根越えしたんですよね。しました。2時間、2時間坂道を押しました。だけどこれもまたゆっくり行くと、ゆっくり行ったで結構声かけてくれて、でどっから来たとか自転車のレースかとか、いやいやそうじゃなくて、これこれカクカクしかじかということを、またそれはそれでまた宣伝になったので、よかったですけど、ちょっと疲れましたね。報告文で書きますけど、指が思った以上に調子悪いので、剣が2本切れてます。月指と言って心配かけないようにしましたけど、なかなか厳しいですから、ちょっと、もうあれです、こういうのを一見無駄と思えることを積み上げていくしか、僕らっていうのはね、ずっと21年間もそんな形で来ましたから、またこれはこれで終わったら次もまた考えつつ、今年はだけどもう目いっぱいやるよということで頑張っていきたいと思います。